こっちか。あと30分で、オベリスクかな。オベリスク。ニラ咲きしない。綺麗に植えてます。これが地蔵岳。オベリスク。ここが、砂地獄。急な砂場なんで、かなり大変ですね。まあでもあともうちょっとやな。なんでもええ。だから行けるとこまで行ったらいいやん。大丈夫やろか、こんな格好で。あれが千畳ヶ岳やな。どれ？あれやんか、あれ。北岳。千畳ヶ岳じゃん。ちゃうわな。あれが北岳やんか。千畳ヶ岳向こうやん。北岳それ？そうやんか、だから。マジか。めちゃくっきり見えたやつやろ？うん。やば。だからこっから上はちょっとあんた、やばいかもしれんから。富士山は霞んでありやな。ものすごい大変。八ヶ岳方面はちょっと見えへんな。すごいな、俺。私とこのこと撮れるん。ちょっと待ってYouTube さ右から北岳、3000m 稜線の谷アイノ岳、ノートリ岳。ノートリ岳の奥がなんやろな。オベリスク八ヶ岳
買い込ま、浅読みでね、戦場ヶ岳高見ね、北岳、愛の岳、野鳥岳、何だっけ、大小屋分岐、観音岳40分、湯岳山頂30分。ほんまやな。ずっとおるな。ずっこっち行ったら、こっち行ったら危ない。しかし北岳は綺麗な。撮りましょうか。あ、大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい。もう。どこが？あれ？八ヶ岳。いいな。ちょっとここに降りたいわ。え、ここからもう下下ったらこれ以上の景色はないと思うけど。これが鳳凰三山の朝食の弁当。それからちょびっと食べます。はい。
え、ヤシャ人。ヤシャ人。かんちゃん。こんにちは。ルートから外れたようです。ヤマレコのアプリを開いて地図を確認し、道を間違えた場合は。古代史。はい、ポーズ。もう一枚。